前とネギ前で前と高木やね今日は大さん東京サニーさんのお店で今からカラーをやってもらいます。よろしくお願いします。恥ずかしい。いや恥ずかしいですよ、初めてやりましたけど。じゃあどうしましょうか。今日は今毛先が多分ブリーチした状態で、はい、グラデーションみたいになってるんですけど、なので、まあ、せっかくなのでそのブリーチの部分、明るい部分は生かして、まあ、根元、伸びてきちゃった根元と、あとこの辺ですかね、この辺なんかちょっと色が抜けてオレンジっぽくなっちゃってるので、はい、まあ、それはちょっと抑えていこうかなと思うんですけど、はい、下色とかありますか。下色特にオレンジさをなかせれば、オレンジっぽくなければ、はい、お任せでいいですか。お任せお任せですか。あえてじゃあどうするかは言わないで。あ、わかりました。え、逆にお任せでもいいんですか。あ、もう全然いいですよ。お任せで。じゃあもうあえて仕上がりどうなるかはもう言わないでおいて、はい、出来上がりのお楽しみという形にわかりました。はい。じゃあちょっとお薬準備しますね。はい、お願いします。はい。あれですね、アニメとかも好きなんですか。あ、そうです。そう。ヒロキさんが、そのお前が一番話せるので、お前に託したって朝、昨日からやる。あ、見てるんですか。私もめっちゃ見ます。ここにある漫画は、とりあえず家に収まりきらんとなった漫画を、アニメートとか行くのもいつも新宿とかばっかりで。ああ、なるほど。池袋の方が品揃えがいいですよね。7階建てだから虎とかも近いから絶対そっちの方が。大阪も難波やったらしょっちゅう行ってます。難波そういう系なんですか。じゃあ難波の日本橋が小田ロードであって、オタロードでは、はい、早速染めていきます。はい、染みる方ですか。そんなブリーチじゃない限りは全然染みないな。はい、ブリーチもしたことあるんですか。あります。へえ。何色にしてたんですか。でも白っぽいモカモカ。はい、じゃ結構明るかったってことですか。そうですね、成人式の時事故ってました。成人式の時事故ってました。それはなんでそうしようと思ったんですか。なんか成人式やし、思い出にと思って、うん、ツインテールにして事故りました。僕成人式の日寝坊したんですよ。やばも友達迎えに来てほしかったですね。友達が迎えに来てくれるって言ってて、はい、車で迎えに来てくれるって言って、式は出たんですか。式出ました。起きて多分5分ぐらいで家出た。早っ。絶対嫌だ、成人式の日に起きて5分。ほぼ坊主みたいな頭だったんだよ。よかったですね。あ、セットする必要なかったんだよ。スーツ着て、はい、じゃあ行ってくる。母親もなんで起こしてくれないのかちょっと分かんなくて。確かに。迎えに来てくれたよっていう声で起きました。え、そこ遅っと、もっと早く言えやと。化粧なくていいですね。そう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 、女の子じゃなくてよかった、うん、確かに女の子めんどくさいですよね。めんどくさいですね、マジで。朝4時か5時くらいに起きて。真面目ですよね、結構、うん、だって普通充電器ジップロック入れないですよ。あ、だって嫌じゃないですか、濡れて一回携帯やばいことになったんですよ。あ、防水ってことですか。防水です。あ、そうなんだ。なんでなんかすごい混じってなんかぐちゃぐちゃなのが嫌なのかな。コードとかが絡むのが嫌。あ、そこはなんかもう取ればいいかなってなるんですけど、はあ、その携帯の嫌な思い出が。あ、そういうことなんだ。あ、なるほど、解決しましたね。謎が解けたね。なんかすごい神経質に見えますよね、あれだけ見たら。いや、なんかいや、すごいすごい小分けしてるんだなと思って。あ、でもあれやったら取るの便利にはなりました。まあ確かに、さっと取り出す、うん、充電するやつが多いですもんね、カメラとか。めっちゃ多いですね、うん、感じ。お色、お
透明感が出ました。すみません、毎朝全員でブーメラン。ブーメラン、あのインスタのストーリーので毎朝撮るんです。え、すごい。ふざけてるな、この人たちっていうような感じで。そんな巻く前に、はい、ちょっとこれスプレーなんですけど、スプレータイプのヘアワックスみたいな、あんまり説得力のないやつなんですけど、はい、これを先に髪の毛つけます、うん、そうすると巻き取れにくくなる。髪の毛やっぱりこうアイロンとかすると、はい、こう熱で髪の毛やっぱダメージしやすくなっちゃうんですけど、うん、料理する人とか多分分かるんですけど、フライパンに何も敷かない、油とかも何も敷かないで、あ、焦げる、そう、焦げるじゃないですか。それと同じように一回髪の毛コーティングした状態からアイロンしてあげた方が熱から髪の毛守る。なるほど、うん、ヘアオイルつけてあげて巻いてあげると、はい、痛みにくい、はい、今の美容師っぽいですね。っぽいですね。今のちょっと美容師美容師さんですね。やっぱり美容師っぽさ出しちゃった。美容師ですね。美容師、はい、本業です。そうだった。8年ほどやってますけど。ウェーブが多いですか？なんかウェーブしたりとかもしますよね、ストレートアイロン。ウェーブか、うん、普通にもうストンってやるかしかやらないです、ね、あんまりワンカールとかしないんですか？巻くの下手で。ああ、なるほど。これ超簡単な巻き方なんですけど、はい、内巻き、ただ内巻きするとこの内にしかこう髪の毛いかないんです、まあ、当然なんですけど、巻くときに根元を2回転だけ、ここだけ今ねじってるんですけど、こっちはねじってない状態。外巻きですか？あ、もうどこねじる方向ですか、はい、どっちでもいいです、うん、どっちでもいいんで2回転だけさせて、毛先を同じようにワンカール、こういう普通にストレートアイロンでもいいんですけど、やってあげてほぐしてあげると内に行くけと外に行くけとできるんで、やり方はただ根元ねじってるだけなんですけど、すごいふわっとしたワンカールになるんです。やってみます。ああ、っていうか色がめっちゃいい。色がめっちゃいい。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 いただきました、めいさん。めっちゃいい。いただきました。いいですね、関西弁って。ええー、な。ええー、な。関西弁良くないですよ。標準語の人の方が可愛い。私めっちゃ好きなんですよ。なんで関西弁が好きかって、ラブコンを読んだ時から。ああ、めっちゃいいですね。めっちゃいいですよ。ラブリーコンプレックス。ラブリーコンプレックス。大谷敦史が好きすぎてイケメンこじらせたんですけど、こじらせた。あ、ほんま、すごい綺麗。綺麗に、なんかちょっとただワンカールするとやっぱ同じ方向にしかいかないんで、はい、根元ねじるだけっていう一手間を加えるだけなんですけど、だから内巻きができれば誰でもできる。内巻きはギリできます。ギリできますね。でもなんかあのストレートアイロンでウェーブとかやってるから、あれできたら全然すごいなと思って。あれ結構自分でやるの結構大変ですよ。あ、そうなんですか。ああ、器用な方。やった。手先器用。不器用ではないと信じたい。ないと信じたい。じゃあこれも練習したらできますかね。あ、練習せんでもできますよ。え、アイロンやったらどうやってやったらいいんですか。それとアイロンですか。あ、全然。あ、全然いいです。あ、すいません。こんな手です。根元ねじって、うん、毛先だけ、あ、普通に巻くだけ、毛だけだけ普通にワンカールにくるっとやるだけで同じです。後ろの髪の毛ってみんなすごい迷うんですけど、うん、後ろの髪の毛ってほとんどが内側に隠れちゃう髪の毛なんですよ。ほぼ表に出てくる髪の毛じゃないんで、前持ってきたとしても見えても毛先がちょっと見えるかどうかぐらいなんで、後ろはもう普通に内巻きするだけでいいです。ねじらず普通に内巻き。まだオープンして20日で、はい、営業17日くらいは、うん、ネタ切れです。ネタ切れして毎日撮るぞって言って、ネタの提供をしてもらえる人が欲しい。そう、ブーメランのネタ募集中。それ一回つぶやいてみません？ああ、なるほどね。ジョジョ立ちしてみたりとか、あースーパー戦隊のポーズしてみたりとか。やっぱり男の人の方が多いですよね。どちらかというと多いんですけど、ここの店舗は割ともう女の子が多い、うん、めっちゃいい色。
めっちゃいい色。それ嬉しい。それ嬉しいやつ。めっちゃいい色でしょ。めっちゃいい色です。そうやってますけど、イントネーション。ちょっと寒い。めっちゃいい色でしょ。めっちゃいい色でしょって言いますよね。言いますよねがもう。言いますよねがもう。関西弁よです。いやですか。どぎつくないですか。あでなんか敬語も敬語じゃないように聞こえるっぽくて、関東の人からでしょって敬語で使うの。なんとかでしょ。でもそれ九州の人あんまり使わないですね。たまにいるんですよ、急に先輩になんとかでしょみたいな、いやちょって言ったら、確かにこれ敬語で普通に使ってました。あ、そうなんだ。敬語じゃないよ、ねって関西の人なんとかだねってなんとかでねみたいな、ああでねみたいな、そうあ言います、言います敬語って難しい。敬語難しいですね。はい、というわけで帰ってきました。こんな色伝わりますかね。これめっちゃね綺麗なんですよ。このカーキぽい感じ、若干湿気があってちょっと取れちゃってるんですけど、こういう感じでワンカールやけど内巻きだけじゃなくて外巻きにもなるように巻いていただきました。ウェーイ、すごいね綺麗なんですよ。で私グラデーションやっててここら辺だけブレーチしてて色が落ちやすかったんですけど、そこも生かしつつでこっちの方がちょっと暗くてこっちが明るいっていう感じで綺麗に染めていただきました。今回行かせていただいたオーシャン東京さんのサニー店の方の URL こちらに概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、というわけで次回の動画でお会いしましょう。毎度ー。